こうちゃんもあれやな、これもうこのだし巻き巻いて長いからな、やっぱりうまいな、あのあれやわ、ややこしいことせえへんやんか、いろいろあれや、いろんな変わったことしたりな、もう基本に忠実にやってるやん、だからもうやっぱりうまいな、そのシンプルイズベストやわな、もう完全にもう仕上がってるな、出来上がってるもんな、いろいろかけたらかけたらなうまいけど、久々に何も俺もかけずにそのまま食ったら、まあ、醤油もかけずに食ったらやっぱりうまさはむちゃくちゃすごいレベルやな。まあなあ、ポテトサラダはほんまにいろいろな、店によっていろいろあって、おいしいところはほんま店それぞれやけど、それぞれにおいしい、まあこだわってるとこはおいしいな。いやでもこの基本に忠実なんはなかなか、やっぱりいろんなことやってしまいたくなんねん。これはだからもうほんまになんていうかな、無駄な味付けないやん。分かりやすい味とかやったらもうちょいこう一般受けするんやったら、こうやってあった方がこう、ね、みんなもっと喜んでくれるんちゃうかなとかいう
のはまあいろいろあるけどな。でもまあまあなんか料亭の味のようなそんな感じやもんな、もう言ったら味としては。それも巻きずっとかでちゃんと巻いて小鉢きれいにして出したらな、これお茶漬けにしていやそれが自体がもうなんかこうだし巻きの枠から逸脱してるけど、お茶漬けにしてな、まあ、お茶漬けにしてか、まあ、だし巻きをご飯の上に乗っけてな、このまあまあ量が多いからこの、まあ、半分ぐらいの量をなご飯に乗っけて、だしじゃないわ、お茶かけて、でも淡い味やけどお茶の香りと、ほんでこう淡いこのだし風味の卵とこれでかき込んだらうまいやろな。ほんでちょこっとだけこの辺に梅干しかなんかおいなつまみながらうまいやろな。だし茶漬けがあんまり意味がわからんねや。茶漬けはやっぱり茶漬け、まあな、人それぞれそれこれは、ま、な考え方の違いとかいろいろあるけど、茶漬けは茶入れな、もうほんまそんなもん、あの茶の味となんか鮭とか梅とかそういう塩辛いものとかとのこう合わさったところのうまさやのに、海苔との海苔の風味とかそういうのが重なり合って、ほんでこううまい感じになるのに、このわさびとな、それがあんなもんだしってだしなんかそんなん別にうどん食った後にご飯にうどんの汁かけたらしまいやん、そんな珍しい、なんやろな、茶漬けは茶かけるからうまいのにだしって俺がほんまにそんなもんはなんか残り汁でな、昔から子供の頃から貧乏飯やん言ったら、俺ら昔からやってきたよ、だしもんの最後に飯にかけてな食って、茶漬けは茶をかけるのがうまいわけやんか。なんか茶漬け専門店とかでもだし茶漬けを専門にな、茶漬け専門店って言いながらだし茶漬けやねん、だしやねんな。何が嬉しいんかないし、何がうまいかなような感じがするな。試さんでも分かるやん、そんな味っていう。茶の場合はもうちゃうからな、これバランスとかこう茶の渋みとな、どれぐらいの渋みの茶使ってるんかとか。